リュベッケは、ドイツ連邦共和国ノルトラインベストファーレン州、デトモルド行政管区のミニイコールリュベッケ軍に属す、市である。ビーエン山地の北斜面に位置する。リュベッケは775年に、リドベックとして、初めて文献に記録されており、1279年に、都市圏を得た。リュベッケの地形図リュベッケは、ノルトラインベストファーレン州の北東部、 オストベスト・ファーレン・リッペ地方北部にあるミニリュベッケ郡の南西部に位置する。この都市は、地形上はミンデナー地方の西部にあたる。地域の大部分は北ドイツ低地に含まれる。ただし、市の南部地域は中ビク山地であるビーエン山地の北斜面であり、その両線が市の南の市境をなしている。市の中核支部は山陸地域にあり、 それ以外の地域は古くからの農業地域である。北の市境はミッテルラント運河がこれを成している。市の北東部はオッペンベイアーモアに次いでベストファーレンで2番目に大きな湿地グローセストルフモアである。氷期のベーザー川が作った氷河谷であるミッテルラント運河の南の湿地とビエン山地の高地との間の山陸部をリュベッカーオード地方と呼ばれる。 肥沃な王道体が細く縁取っている。地域の最北部は、ラーデン・リーペナウアー、ゲーストに至る。このゲーストには、シュトックハウゼン区とアルスベーデ区及び、リュベッケ工業地区の一部があるだけである。リュベッケで最も高い山は、ハイトブリンク、ブルツェルブリンク、クニーブリンクである。中核支部近くには、ライネベルク、ハイトコプフ、メーゼンコプといった山がある。 ユーベッケ市南部の山並みはビーエン山地の中で最も標高の高い部分である。地域の北部は約50メートル程度の高さである。最も低い地点は約48メートルである。ビーエン山地の分水海が南の市境を成していることから市内のほぼ全域で川は北に向かって流れている。 わずか数ヘクタールが地域に含まれるブルチェルブリンクの南斜面においてのみ川は南に向かって流れる。乱世馬川が中核支部を通って流れている。この川はフレーテ川を経由してベーザー川支流のグローセアウエ川に流れ込む。ただし、この町はベーザー川に面した部分を持たず、グローセアウエ川も市の最西部をかすめるだけである。 ジベルジョスクエルアッサーは、現在もリュベッケのビール製造にとって、大変に重要である。リュベッケは、自然のままの水域に乏しい。運河も、湿地の湖や池も人の手によって作られたものである。最大の水域は、市内に、約50ヘクタールを占める、ミッテルラント運河と周囲の川を含めると、約9ヘクタールを占める、湿地地域の無名の湖である。 この他の水域はいずれも小さなもので、1ヘクタール程度である。水域は合計で地域の1.5%を占めている。この町の表土は、主に第4期の脆い砂礫室の土壌からなる。ビーエン山地には、例えば砂岩のような、樹垣の岩も見られる。昔から、重要なのは、家屋や道路の建築の際に採石として用いる、石灰岩の産出である。 b n 山地には、ネッテルシュテットの南に稼働中の大規模な採石場があり、ここでは岩が爆破、破砕されている。b n 山地に、現在もある、無数の小さな採石場は、リュベッケに工業の長い伝統をもたらしている。ここでは何、世紀も前から功績を求めて敷屈が行われていた、ようだ。ホルストヘイ近郊に古い行動がある。 20世紀半ば、グローセストルフモアで化石燃料のデータンが主に家庭用燃料として採掘されるようになった。現在では交渉の消耗や自然保護を根拠に採掘は中止された。自然の大きな勾配があるにもかかわらず、エネルギー源として水力発電は行われていない。これは山の小川がわずかな水が流れるだけで流域がわずかであることによる。 かつては多くの水車が市内で稼働していた。ブルツェルブリンクのふもとにあるアイハウゼン区では現在も水車を見ることができる。自然の資源である風力の利用は近年大きな成長を遂げている。アイハウゼンに見られるような風車はこの地では昔からエネルギー源として風力を利用してきたことを示すものである。北ドイツ定地に位置していることが 風力利用を助長している。リュベッケはほとんど例外なく、地熱ゾンデを用いて、地熱を熱源とすること、ヒートポンプによる熱取得に適した土地である。この市の総面積は65平方キロメートルである。東西軸は最大13キロメートル、南北軸は最大約9キロメートルである。地域は主に農業に利用されており、このため田舎の様子を呈している。 基本的にはビーエン産地だけが森に覆われている。土地利用の概要を以下の表に示す。出展、州データ管理、統計局人口密度が最も高いのはリュベッカーレスラントと呼ばれる産地のふもとの肥沃な地域であり、この地域にほぼすべての集落がある。この地域の平均人口密度は600から1000人、平方キロメートルである。 ミッテルラント運河の南の低地は、リュベッカー工業地区を除けば、人口密度は、かなり低い。ビーエンサン地とグローセストルフモアは、無人の地域である。人口密度が、最も高い地区は、ケルンスタットである。この地区の人口密度は、約800人、平方キロメートルで、全市の平均人口密度の倍に及ぶ。他の地区は、比較的人口密度が低く、 平均で250人、平方キロメートルである。農業用地の占有率は、軍全体の平均値よりも、わずかに低いが、州全体のそれに比べるとやや高い。リュベッカーオード地方は、大変に肥沃な土地柄である。この地域のアッカーツァールは75前後である。こうした良質な土地柄にふさわしく、この地域には、 多くの入植地が形成され、主に耕作地に利用されている。あらゆる種類の穀物や畑野菜の栽培は良い収穫をもたらした。果樹園も散発的に存在している。特別な作物としては、四北部地域のアスパラガスやイチゴが挙げられる。牧草地は山林の近くや小さな川辺の草地に散発的に設けられているに過ぎない。総じて北部地域、 特にトルフモアにつながる北東部は痩せて湿った土地からなる緑地の割合を増し続けている工業地域の東は草地や牧草地がほぼ全面を占めているせいぜい所々に集中的な肥料輸送によってできたグランメーズが控えめに伸びているだけであるトルフモア自然保護区内は環境上の理由から 特に羊を中心とする放牧だけが行われている。ビーエン山地を覆う森。写真は、ブルゼルブリンクの西斜面の様子エン山地は、大部分が森で覆われている。リュベッケ市内のまとまった森林は、その大部分が100から135メートル付近から、始まり、山頂までを覆っているビーエン山地の山林である。この山林の大部分は、頭皮の森であるが、 ケルンシュタットの南付近の多くはブナを中心としたコンゴーリンである。低地の地域では、地域の外には大きな森があるのだが、市内は大変に小さな林があるだけで、総面積は約1平方キロメートル程度である。例えば、ヨットハーバー付近の小さな森林シュトックハウザーブッシュやグローセス、トルフモーアの白樺の森がこれにあたる。 四北西部、アルスベーデクとプロイシシュオルデンドルフとの市、境沿いの砂地には、広さ約44ヘクタールのホレビンケラーホルツがある。この湿地の一部は隣接する、白樺の小立にまで広がっている。その他の土地の比率が、比較的高いのは、グローセストルフノーアによるものである。湿地や荒れ地が、地域の約3.3%を占めている。リュベッケは、 民イコールリュベッケ軍の市町村に完全に囲まれている。北はミッテルラントウンガの対岸にエスペルカンプが位置している。市境の長さは1 0トルである。東にはヒレがある。市の南側、BN 山地の反対側にはヒュルホルストがある。この山地の尾根は約1 0 5トルにわたってリュベッケ市の南の市境をなしている。西は プロイシシュオルデンドルフと境を接する。ここには、ホルビンケラーホルツがあり、約1キロメートルの距離を、グローセアウ側が、自然の境界となっている。リュベッケ市の基本条例によれば、リュベッケ市は、以下のオーツシャフトからなる。各宿の人口は2007年12月31日時点の、ものである。基本条例に、ケルンシュタットは、定義されていない。 この地域はオーツシャフトではないとされる。この地域の同時点での人口は15,682人で、リュベッケ市の人口の約58%がここに住んでいる。各区は市議会にそれぞれ1名の代表者を選出する。各区と中核支部を合わせて通常シュターテールと呼ぶ。ただし、市区という呼び名は、 基本条例上は誤りであるばかりでなく、孤立した田舎の集落を呼ぶには、不適切な呼称である。ただし、ゲーレンベック区とアイルハウゼン区は、切れ目なく、中核支部につながっており、ひなびた性格を喪失して、リュベッケの住宅地を形成している。ほとんどの区と、中核支部は、その首有部の他に、多かれ少なかれ、ビーエンサンチやミッテルラント運河沿いの定住者の、 乏しい地区を含んでいる。アルスベーデクとシュトックハウゼンイクは、その集落地震に接して、草界が引かれている。1961年から1990年までの月間降水量の分布リューベッケの気候は、中央ヨーロッパの海洋性気候と大陸性気候との変わり目に位置することや、北ドイツ低地に位置することによって支配されている。 この地域は主に海洋性気候なのだが、時折大陸性気候の影響を受けている。冬は大西洋の影響により比較的穏やかで、夏はほどほどに暑く、降水は比較的平均している。降水をもたらすのは主に西から南西の風である。ビーエン山地やトイトブルクの森の風下側にあたることで、降水量は、 オストベストファーレン地方の中引く山地部に比べて少なく山地の高所部分だけがやや多い。年間降水量は北部地域で680ミ、mm、リメートル、山地部で約800ミリメートルである。年間平均気温は摂八8.9度、最も暖かい月は7月で摂十16.9度、最も寒い月は1月で摂零0.8度である。 山地部では100メートル高度が上がるごとに、約摂氏0.5度から摂氏1.0度気温が低下する。日中の気温が摂氏0度を下回る日は、平均37日である。年間総日照時間は1435時間である。年間の変動は、最長の6月が200時間、最短の12月が32時間である。ベッケは、 775年のフランキシャー、ライヒスワネーロンに、リドベックという名で、初めて記録されている。この頃、ザクセンは、フランク王国の兵に征服された。リュベッケは、ザクセンのリドベッキーガウの首輸となった。この頃、リドベッキーにはすでに教会が建てられており、カール大帝の時代から、この地に住んでいた、リドキンと後輩家のザクセン人アングリバーリア族の、 キリスト教家活動を行っていた。リュベッケは民伝司教区の邦画としての初期キリスト教活動の中心地であり、この地域を本拠としていた貴族やリュベッケの騎士が民伝司教の行政団を形成していった。早くも1279年にリュベッケは民伝司教フォルキンフォンシュバーレンベルクによって都市圏を授けられている。この地域は ライネベルクのランデスブルク上塞が同地を管轄していた。この城の城主には主にリュベッケの騎士が任命された。この城にはリュベッケのブルクマンホーフが霊園として付属していた。1806年には現在の市内にあたる地域に12のブルクマンホーフがあった。この他に城の官僚は市議会で多数を占めた。市議会については1460年に 視聴者で会議が開催されたという最初の記録が残されている。1295年からリュベッケに司教座協会参事会が設けられた。この参事会は1274年に始めはアールデン・アンデ・アーラーで結成され、1280年にノイシュタット・アム・リューベンベルゲに、さらに1295年にリュベッケの聖アンドレアス協会に移転した。三次会は、 1810年に解散するまでこの地に泊まった。この三次会は市内に4つの大農場を経営していた。1549年に市教フランツフォンバルデックの下で市教区民会議が開催された。1648年、現在の地域を含む世俗の民伝工領はブランデンブルクプロイセン領となった。 市庁舎が1705年に消失し、1709年に新築された。プロイセンの行政当局は1765年に高地整理を発令した。これにより、市の収入の大きな部分を占めていた狩猟からの収入を放棄しなければならなく、なくなるため、民伝市民は抵抗したが成功しなかった。市の防衛施設は、 維持費用が高額であることや、軍事的有用性が低いことから、1830年までに取り壊されて、建築資材として転用され、土塁は遊歩道に作り替えられた。1807年に事実上フランスの衛星国である、ベスト・ファーレン王国が建国され、フランスの統治システムを採用するまで、プロイセン支配下においても、リュベッケでは、 城の官僚が重要な権力因子として存続していた。都市貴族が対等することはほとんどなかった。しかし、商人ら制御を営む市民は、市議会に6つの議席を獲得し、市民階級の市長を選出して、貴族階級の市長との二党体制を形成するまでに力をつけた。1727年に、プロイセン行政府が交付した。 ラトハウス・リシェ・レグラマンによって、こうした二党体制は制度化されたが、市議会における市民階級の議席は2議席だけとされた。ベスト・ファーレン王国では、リュベッケは、ベーザー県に属す軍庁所在都市となり、民伝地方管区に組み込まれた。この状態は、1811年に、フランスの直接支配下に移された後も維持された。1813年に、 リュベッケは再び、プロイセン領となった。短期間だけベーザーライン間市民政府に属した後、プロイセンのベストファーレン州に編入された。包括的な行政改革がなされ、民伝公領が廃止された後、リュベッケは新たに創設された、民伝兼ラーデン軍の一部となった。1832年に廃止された、ビュンデ軍の一部を合わせて拡大した、ラーデン軍は、 リュベッケ軍と改名され、リュベッケはその軍庁所在地となった。ミンデン・ラーフェンスベルク地方全域がそうであったように、工業化の端緒は、繊維産業であった。その後、ケルン・ミンデン鉄道や1899年に、開通したその支線ビューンデ・ラーデン線により、工業化は促進された。ビューンデ地方とリュベッケを含むその周辺地域では1860年頃から、 タバコ産業が重要な経済因子に成長してきた。1863年にアウグスト・ブラーゼが設立したタバコ工場は、1938年には6000人の従業員を要するまでに大きくなっている。その後、従業員は数多くの分工場に振り分けられ、さらに全近代的繊維産業がそうであったように、しばしば内職で祭壇、はま 加圧といった作業を行うようになった。繊維産業とタバコ産業は現在までこの地で続けられているものの、その重要性は機械製造業やその他の工業分野の陰に隠れるようになっている。1907年、民電鉄道の最後の区間であるリュベッケまでが開通した。1950年代には貨物輸送のために1メートル幅の狂気から、 標準機への拡幅がなされた。しかしこの区間の営業は1974年に廃止され、ヒレ・リュベッケ間の軌道は撤去された。1912年にダーザク発電所と一般家庭が初めて送電線で結ばれた。これ以前の1899年にはすでに現在の都市施設局の前身にあたるハーラーバウムガス工場が設立されていた。 1934年からは、中央給水施設が稼働した。第二次世界大戦で、リュベッケはほとんど無傷であった。1945年4月3日、大規模な抵抗なく、イギリス軍がこの町を占領した。バートエーンハウゼン近郊に、イギリス軍の司令部が置かれ、リュベッケにも、イギリスの統治機関や軍司令部機関が設営された。 リュベッケの432件の家屋のうち251件が連合軍のために挑発され閉鎖された。市のインフラストラクチャーを管理する建物のほぼ全てがイギリスの管理下に置かれ、市中心部のほぼ全域が違外法建築となった。カイザー通りの税務署がイギリスの行政地区本部に選ばれた。 この建物はドイツ連邦を立後もイギリス軍司令部が使用し、最後は第二機構師団司令部となった後、1983年に明け渡された。戦後初となる市議会議員の自由選挙は1948年10月17日に行われた。ビーレフェルト法に基づく市町村再編で1973年に、 民伝軍とリュベッケ軍が合併して、ミニコールリュベッケ軍が創設され、軍行政機能はすべて民伝に移された。これと同時に、リュベッケは、ブラスハイム、ゲーレンベック、アイハウゼン、ネッテルシュテット、アルスベーデを合併して拡大した。1885年から2007年までの、リュベッケ市の人口推移国勢調査1973年1月1日に発行した。 市町村再編、地域創出以前には、現在のリューベッケ市の各区は、アムトゲーレンベックに属す、町村やその周辺の村集落であった。オーバー名年、ブラスハイム、シュトックハウゼンの集落は、ブラスハイム町に属した。アルスベーでは、アルスベーで町を形成していた。これらの町村のうち、ミッテルンガより、南側の地域が、リューベッケ市に編入された。 1973年1月1日に廃止された、マチソ村のうちゲーレンベックとアルスベーデ及びアムト、ゲーレンベック、アムトアルスベーデは、運河の北にも広く伸びていた。リュベッケ・ケルンシュタットの運河の北側地区も、運河を、北の市境とする、新生リュベッケ市を建設するために分離された。この分離された地区からゲストリンゲンが形成され、エスペルカンプに編入された。 反対に、リュベッケ南部にはかつて、アールゼン・ライネベルクに属したビエン山地の一部が、含まれる。この地域は主に、ライネベルクと、ハイトブリンクの北斜面からなる。リュベッケの聖アンドレアス教会、民伝子協領が、プロテスタントの協議を受け入れ、遅くとも1648年に世俗化された後、プロテスタントのプロイセン配下の民伝公領に、属していた町として、 その住民は、ほとんどが、プロテスタント、ルター派の信者である。プロテスタントの教会組織としては、アルスベーデ、ブラスハイム、ゲーレンベック、ネッテルシュテットの各ルター派組織、シュトックハウゼンのペペロ独立福音ルター派教会、リュベッケ福音派自由教会がある。唯一のカトリック教会組織は、リュベッケカトリック教会である。このほかキリスト教系、 ヒキリスト教系の小規模な宗教団体がいくつかある。この町の宗教分布を示す間接的な数値として市内の学生に対する宗教調査結果がある。これによれば約72%がプロテスタント、6.8%がカトリック、4.4%がイスラム教の信者であった。7.4%が その他の宗教を信仰しており、9.2%が無宗教であった。市長はフランク・ハーバー・ボッシュである。彼は2015年9月13日の選挙で59.0%の票を獲得して市長に選出された。リュベッケの市議会は38議席からなる。 リュベッケの旗この町の紋章は銀字に2本の強壁付きの塔と開いた塔を持つ赤い楼門が描かれている。開口部は青色で、その中に斜め十字に組み合わされた2本の銀の鍵。鍵の刃は互いに外側を向いている。2本の塔の間には金の6つの突起を持つ星型。この町は紋章と旗を呼び、 印象の使用権を1974年10月7日に行政管区長官によって認可された。旗は赤字と白字に上下に染め分けられた上に紋章が描かれたものである。紋章の概略は印象のそれと同じである。6つの突起がある星型はこの地方の紋章にしばしば見られるデザインで、例えばプロイシシュ・オルデンドルフ氏の紋章に用いられている。 この衣装は、貴族のシュバーレンベルク家と密接に関係している。リュベッケの紋章にこの衣装が用いられているのは、1279年に、この町に、都市圏を授けた、民伝司教が、フォルクビン合成、フォン・シュバーレンベルクであったことに由来する。民伝司教の象徴である鍵が、門の中に描かれているのもこのためである。十字に組み合わされた鍵は、 聖ペテロの鍵を象徴している。これは旧民伝司教領の多くの地域で紋章の一部に用いられている。紋章の最も古いデザインでは、門の下の鍵の代わりに講座に座る司教が描かれていた。その後、14世紀のデザインは単に鍵と星だけになった。はじめ星は別の縦型内に描かれていた。16世紀になると紋章は銀と赤に塗られ、 星のための別の縦型が描かれるというものになった。現在の紋章でも採用している銀と赤の配色は、民伝司教を象徴するものである。市町村再編後、リュベッケ氏の紋章は、現在の形になった。この町は1960年から、シュトリーガウ氏及び、地方共同連盟への保護協力を引き受けている。 リュベッケ市博物館の郷土室には戦後シュトリーガウの町を離れた元住民たちの故郷をしのぶ品々ナナが保存されている。1986年からブルクマンスホーフの壁にシュトリーガウのカトリック教会の鐘が下げられた。リュベッケで2年ごとに旧シュトリーガウ住民との郷土連盟会議が開催されている。古いシュトリーガウの鐘は その開幕をつける金として用いられている。1923年に設立された、ネッテルシュテット野外ビューネは、約900席のアマチュア劇団用の舞台である。カーレベルト野外ビューネは、死境に接して立つがヒュルホルストに属す劇場である。演劇上演の際には650人の観客を収容する、私立ホールでは、定期的に演劇や、 100円のアンサンブルによるコンサートが開催されている。例えば、ポザウネンコールネッテルシュテットをはじめとする数多くのブラスアンサンブルは19世紀後期の経験、主義運動に由来するもので、それが今日まで存続しているのである。リュベッケには音楽学校とジャズクラブリュベッケがある。聖アンドレアス協会には同名の教会合唱団がある。 ゲーレンベックでは1922年に大衆合唱団が結成された。このアイデアは当時数多くあったタバコ工場の労働者たちによって生み出された。そこでは仕事の際に歌が歌われており、その楽しみをサークル活動にしたのである。ジェルムッカー・ハイアス・ブルセルブリンクの見張り、トーケルンシュタット各区の建築アイルハウゼン。 ケーニヒスミューレシュトックハウゼン館オーベルンフェルデ館庭園この町は、湿地と森との間にある、小都市で、古典的な意味での、公園を整備する必要がない。リュベッケ市中心部から10から15分移動すれば、ビーエンサンチやテッラ、ビータ、自然公園に行くことができる。ガレンカンプは、市の中心部に隣接する高台の上の、公園風力地で、市民がよく訪れる。 ここからは、リュベッケ地方の見事な眺望が得られる。冬になると、ガレンカンプで、若者たちがそり遊びに興じている。出前通り方面にも細長い公園がある。さらに大きな近郊緑地が墓地と、ビッテキンとギムナジウムとの間に広がっている。ケルンシュタットの外では、 特に館や城の周りに庭園が設けられている。以下の庭園があるが、いずれも公共に公開されている公園ではない。グローセストルフモアに設けられている、ボードウォークリュベッケ市内のビーエン産地に、自然公園テッラ、ビータの一部がある。市内の6つの自然保護地区を列記する。自然保護地域に指定された地域面積は、リュベッケ全体の10%を超えており、 周平均や連邦平均を大きく上回っている。この高い数値は自然に密着しているビーエン産地には上述のゾンネンビンケル以外に公式な自然保護地区がないことを考慮し注目すべきであると言える。リュベッケ市内の自然豊かな森や湿地にはイノシシ、ノロ、赤ギツネ、ヨーロッパアナグマといった大型動物が生息している。これらは特に ビーエン産地に多いが、工作地域にも生息している。湿地には、シュバシコウや毒を持ったヨーロッパクサリヘビがいる。ペータースハーゲンと並んで、ノルトラインベストファーレン州では2カ所だけの野生の、シュバシコウの放乱地である。ケルンシュタットの南部には、コウモリの群生地があり、夏の夕暮れ時には、群内の庭先でコウモリを見かける。リュベッケには、 ゲーレンベック区とケルンシュタットに合わせて5カ所の樹木群や孤立樹が自然文化財に指定されている。道路リューベッケは連邦道 B65 号線と B239 号線との交差点に面している。どちらの連邦道もよく整備されている。この町はアウトバーン網に直接接続してはいない。アウトバーン A30 号線は市の約1 5トル南を通り、 A2 号線とは、約3 0トル離れている。1970年代に、地域の東部を通るアウトバーン、レーネブレーメン線の建設計画があったが、実現せず、連邦交通計画にも組み込まれていない。リュベッケ駅鉄道リュベッケ駅は、ラーフェンスベルガー鉄道の駅で、平日は1時間ごと、日曜日には2時間ごとにレギオナルバーン71、ビーレフェルト、 ヘルフォルト・ビューンでラーデンを運行している。ブラスハイム駅は何十年も前に廃止されている。タレントによるオイロバーンが時速時速1 2 0 k m r で通過していく。バスリュベッケの公共旅客交通機関はオストベスト・ファーレン・リッペ交通連盟に加盟している。民電への高速バス路線の他にエスペルカンプ、ラーデン、プロイシジュ・オルデンドルフへの地域路線バスがある。 水運路と港内陸水運に使われるドイツで、最も長い人工水路、ミッテルラント運河は、この町の北の市境を成している。市はここに、リュベッケ工業港を設けており、この運河を経由してライン川、ベーザー川、エルベ川へ結ばれている。しかし、この港は、民伝荒野西に位置するプロイシシュオルデンドルフの港よりも小さい。この港の近くには、 小さなヨット港や、デコギボートの桟橋がある。自転車道という歩道ほぼ平らな北ドイツ定地は、自転車での移動に公的である。40キロメートルの長さの田舎道が市内の各宿を結んでいる。この他、ベストフェリシェミューレンルートや、町の農家の手工業文化施設を結ぶランダルト、ルートが市内を通っている。 さらにウェルネスラートルートやバーンラートルートベーザーリッペなどが通っている。この他にミッテルラント運河沿いの産業道路が自転車道路として愛好されている。遊歩道ではビーエン産地の尾根を越えてテッラ・ビータ自然公園へ行くビッテキンツベクが有名である。自転車道ミューレンルートと体をなすのがやはりこの地域の風車や水車を結ぶミューレンシュタイクである。 アルミニウスベクは、ローマ時代の英雄、アルミニウスが、カルクリーゼ近郊で、ローマ軍を殲滅した歴史的な行軍ルートをおおよそ、たどる、遊歩道で、リュベッケを経由している。グローセストルフモアを通る、出現体験路もある。このほか、テッラ、ビータ自然公園内には、数多くの小さな遊歩道が整備されている。インラインスケートコース、 ミューレンクライススケートレールの一部がリュベッケを通っている。航空もよりの大規模空港は、ハノー・ファー・ランゲン・ハーゲン、ミューンスター・オスナブリュック、ブレーメンの各空港である。2005年11月5日に、ルフトハンザのボンバルディア CRJ700 にこの街の名が付けられた。最寄りの小規模空港は2 0トル南東に位置するポルタ・ベスト・ファーリカ飛行場である。 リュベッケのガウゼルマングループ社この町の従業員数の多い主な企業を列記する。ほとんどの企業は市内北部、連邦道 B239 号線沿いの3つの工業地域にある。ローカル市としてはリュベッケ市向け地方面を持つのいえベストフェーリシェとベストファーレンブラッドが購読されている。ミンイコールリュベッケ軍向けローカルラジオ、ラジオベストファーリカがある。 リュベッケ病院リュベッケには4つのミューレンクライスクリニックのうちの1つがある。この他にホスピス、ベリタスがある。リュベッケには税務署や陸運局の自動車運行許可書がある。これらの機関は1973年にリュベッケが軍庁所在地で亡くなって以後もこの町で業務を行っている。その他、市の施設としては私立、ホール、マルクトに面した。 旧市庁舎にある文化、メディアセンター内のメディオテックがある。中級中心都市リュベッケの上級学校には、リュベッケ市内及び及び多くの周辺市町村から、生徒が入学してくる。上級の学校としては、以下のものがある。この他に、市内には6校の基礎家庭学校がある。また2校の養護学校がある。その他の職業専門学校に、音楽学校。 プロムジカやアルトクライスリュベッケ国民学校がある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。